皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン作りの工程成形編、綿棒の使い方のポイントについてお話をしたいと思います。綿棒ですね、いろいろな使い方のコツっていうのがあるんですけれども、綿棒ですね、4つぐらいジョイントポイントがあるんですね。綿棒をかけるときですね、あまり力を入れすぎるとですね、生地がこう波打つような形でうまくね、きれいに均一な厚さにならないので力を入れすぎないということ、あとは必要な打ち粉は構わないんですけど、必要以上に打ちすぎない、打つと滑っちゃって逆に伸びなくなったりします。あとはですね、なるべくこう中心、直角にね、真ん中から上、真ん中から下で生地を加工して、真ん中から真ん中から下みたいな形でやっていくんですけれども、中心を意識しながら綿棒をかけるということ、あとは途中ですね、生地を剥がしながらですね、様子を見てっていうこともたまにする必要がありますので、そんな感じでですね、綿棒のかけ方もちょっと注意していただくと、成形が割とスピーディーに綺麗にいくんではなかろうかというふうに思います。